はい、こんにちは、ここはもう東京ですね、都内、某所からお届けをしております。昨日は電波がなかなか入りませんでね、すいませんでした。今日は快晴の東名高速をね走って、東京まで来まして、今ちょっと人待ちですね。今日は何人かの方と一緒に都内で食事をして、今後のことについて、まあ、これまでの反省も踏まえてですね、いろんな意見交換をするとこういうことで、東京に来ました。まあ、マチカフェ TV の、新しい展開をですね、支えていくのはやっぱり人脈ですからね。まあ、これまでの活動の成果を人脈として考えて、人脈作りだったということで考えてね、その人脈をフルに生かして、これからマチカフェ TV をですね、ぐっと企業として大きく育てていこうということで、まあ、しばらくはその人脈をたどっての、まあ、人と人とのつながりを大切にしながら、大きな仕事をね、していく下地作りというところですね。あ、北海道の庭さん、こんにちは。東京はね、快晴で、昨日明け方、朝3時4時ぐらいに土砂降りで、雷も鳴ってましたけどもね、皆さん、おかわりないでしょうか。私は元気でやってますので、まあ、いろんな人とね、これまで、さまざまに、活動をしてきたんですけれども、その私が今までやってきたことをね、十分に、生かして、まあ、民間企業として営利企業としてやっていくということですね。今年秋にマチカフェ TV5 周年記念のイベントをやりたいなというふうに思ってましてね、そこに向けて一歩一歩着実に進んでいるところですね。まあ、スポンサーをつけてマチカフェ TV きちんと、まあ、会社形式で法人格を取ってね、やっていきたいなというふうに考えております。これまでやってきた、言ってきたですね、まあ、例えば、いちごの、ハウス栽培であるとか、太陽光発電と農業、まあ、自然エネルギーと農林水産業の融合事業、まあ、こういったことを言ってきたんですけど、そういったことをね、視野に入れながら、これまでの築いてきた人脈を生かしてですね、これまで私がこうアイデアとして持ってきたことを実現していくということに、まあ、ステージが移ってきたんですね。これまではとにかくこう選挙というものを念頭に置いて動いてましたので、事業として企業として、身を結びつけていくということには積極的になかなか継続的に動けなかったですけども、これからは、これまで言ってきたですね、自然エネルギーと農林水産業の融合、そういった事業、まあ、脱原発社会の実現ですよね。でそれから、冤罪事件解決、高知白バイ事件、陸山会事件、まあ、そういった日本の司法の闇をですね、暴いていく活動、まあ、こういったものを放送していくインターネットのテレビ局として皆さんに支援をいただいて、そして実際の AD 事業としてね、放送事業もそうなんですけど、やはり自然エネルギーと農林水産業の融合事業をですね、現実に いろんな経営を経てその実現に向かっていくということですね。はい、まあこういう事業としての展開ですから、まあ、それが表に出せるようになるまでね、かなり計画段階ではなかなかこう具体的な、どこどこの土地を、あるいはどこどこの建物を、
利用してとか、あるいはどこどこの会社とお付き合いをしながらとかいうのは、なかなか計画段階では言えませんけどもね、もう実現をしたら固まって、もう確実に実現するということになると、こういう形でやりますよという お披露目ということになり、ますでしょうけれども、まあ、それはもう今年の後半、あるいは来年というような流れで、まあ、それまではね、ずっと準備で、まあ、秋にマチカフェ TV5 周年記念のイベントをやるとしても、まあ、企業の内容についてはですね、まあ、触りだけで、まあ、お披露目をする頃までは、まあ、都内某所で、いろんな方と会ってますとか、まあ、そういう放送になると思いますけどもね、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっとここで、ひと待ちですけど、今日夜はね、都内で、いろんな方と食事会ということで、放送は夜もう一度やります。夜はね、食事会が終わってから後ですから、だいぶ遅くなると思いますけど、よろしくお願いします。移動の途中になると思いますけどね、よろしくお願いします。ありがとうございます。いい天気で気持ちがいいですね。